ニッキーさん、はい、そこにいてよ、はい、ここに来ない、はい、こんにちは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 、マイク持ってください、あ、はい、はい、あ、ごめんなさい、はい、こんにちは、はい、座長のニッキーさんです、こんにちは、座長です、はい、はい、はい、どうですか、準備は、いやなんかもう、てんてこまいって感じですか、てんてこまい、ギリギリまでなんとか、あ、ごめんね、ケーブルが短かった、あ、はい、はい、どうですか、はい、なんか意気込みは、はい、あ、でも、いよいよなんか当日来たんだなっていう感じで、はい、これから始まっていきます。はい、まあなんかこういろいろ準備してきて、で本当になんか私一人では何もできないので、いろんな人にこうお願いというか手伝ってもらって作ってきたものがいよいよこう当日を迎えるんだなっていうので、結構なんかこうあとはやるだけというか、こう、ね、うまくいってくれみたいな、そうですね、うまくいってくれね、はい、まあ今日一日半日かな、半日はここで、はい、現地も開催するし、はい、リモートでも開催する、はい、ね、はい、はい、でもここまで準備お疲れ様でした、はい、まあ、でいえいえ、ここから2日間楽しんでください、ね、はい、そうですね、はい、参加される方も皆さん楽しんでいただければと思います、はい、自分自身も楽しまないと面白くないので、はい、楽しんでください、はい、精一杯走りきります、はい、あ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、直前インタビューでした、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、どうですか、準備の順調、そうですね、ちょっと 久々の、まあ、オンサイト開催、うん、現場があるっていうので、はい、ちょっと緊張しつつも楽しみです、はい、なんかすげえ準備いっぱいやってくれて、はい、なんかいっぱい機材持ち込んでもらってそうですね、なんか変な機材がそこら辺にもあったりしますけど、いや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 、はい、なんかこれパイコン JPTV とかいろんな広報で使うかもしれないんですけど、はいはいはい、大丈夫ですか、大丈夫です、はい、ぜひ、はい、なんか今日インタビューいっぱい取りまくろうかと思ってお疲れ様です、はい、はい、楽しみにしてます、はい、これからですね、楽しんでてください、あと1時間半ぐらい、そうですね、開催まで、はい、はい、今の準備状況見てみますか、はい、こんな感じですね、準備は、はい、こんな感じの会場がね、ステージもあるし、オンサイトも見れるって感じですよね、どうですか、オンサイト見れるのすごいですね、オンサイトやオフサイト、ね、あとリモートも見れるってすごいですね、はい、しかも声も全部導通レシーバーから聞こえる状態にしてるので、あったやりすぎじゃないですか、大丈夫ですか、やりすぎ感ありますけど、なんとか業者さんに協力してもらいながら頑張ってます、そうですか、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、なんか、はい、楽しみですね、今日一日ね、はい、半日ですけど、頑張ります、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、もし YouTube に載せてもよければ、あ、別にいいですよ、はい、いいですか、はい、なんかもうカメラここで撮ってるんで、え、今生なんですか、生じゃないですよ、録画してるだけです、大丈夫です、生じゃないです、マイクを見てね、はい、と思って、はい、どうですか、なんか今日の意気込み、あ、もう久しぶりですね、いや、もうずっと撮ってるんで、もうずっと回し撮りずっとしてるんで、はい、適当に喋りたければ喋ってください、はい、意気込みないんですけど、意気込みないですか、はい、こんなオンサイトの会を、はい、開いていただいてありがとうございます。私は何もしてないんで、私じゃないんで、はい、他の皆さんのスタッフに、はい、感謝してください。今日なんか楽しみあるんですか、何か。はい、今日は久しぶりに直で発表を聞けると思って、はい、すごい楽しみにしています。はい、はい、じゃあ高則さんに来てもらいました、はい、今日の意気込みです、はい、どうでしょう、はい、今日の意気込みは、まあ、一つは LT 申し込んだんで、まあ、選ばれたら喋ろうかなと、いいですね、準備してますか、まあ、70分、今日ちょっと朝ちょっと早めに神田来て、はいはいはい、でカフェでが、はあ、ずっと近くにいたんですね、この近くにいて、はいはい、70分ぐらい作ったんで、まあ、なんとか休憩時間にちょこちょこやればなんとかなるかな、あとこれ人前で、はい、今日思ったのは、はい、なんつうの、本当に人がいる前で喋るのめっちゃ久しぶりだ、そうですよね、それはそうですよねって思って、はい、なんか自分がどういう感情になるかがちょっとわからない、緊張するかもとかそういうこと、そうそうそう、なんか、はいはいはい、
テンションが変になるんじゃないかとかとすごい上がっちゃったりしてテンションが、ね、そんなことはないと思う。この人おかしいんじゃないみたいな。そうはないけど、そんなことないと思うけどね。ちょっと久しぶりすぎてね、なんか自分でもよくわからない。よくわかんないですよね、どうなるかね。で、私も久しぶりに来てね、いろんなものを忘れてますね。忘れてるか、やり方をね、やり方をね、さっき受付で受付番号って言われてみんなビビるっていうね。そうだって、そうだってね、そうだ久しぶりにね、来るとかる。そうだよね、今まで当たり前のことをそうやってみんなね、印刷してきたり。どうやってお前だって分かると思ってるんだって話じゃん。そう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 、なかなかね、そう思わないですけど、ね、そう、それは思った。はい、ということでインタビューやってますね、ここで。これインタビュー、これ後でファイコンで DTV で流すかもしれないインタビュー。さっきで言ってたよ。ちょっと去年まではスタッフでしたけど、今回は一参加者として、ちょっと久しぶりのオフラインイベントなので、ちょっと楽しみにしたいと思います。流しても大丈夫ですか？はい、はい、流すかもしれません。インタビューやってますよ、ここで。これインタビューやってますよ、この YouTube ライブとか流すかもしれないインタビュー。多いですね。です。いや、ちょっと午前中仕事があって間に合ってよかったです。間に合ってよかったですね。はい、あれ、わざわざありがとうございます、お忙しいところ。はい、こんにちは。もしもし、こんにちは。ヘビです。ヘビ、ヘビです。ヘビが来ましたよ。どうしよう、怖い。今日ヘビ出てきました。どうですか最近。これインタビュー撮って、YouTube とか流そうかなと思ってるんですけど、どうですかね。このぐらいのがいい角度。あ、こんな感じ。うん、あ、そう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 。声をちゃんと拾ってます？多分。もうちょっと喋ってもらっていいですか？うん、多分このぐらいの距離でインタビューするでしょ。インタビューテスト。ワン、ツー、スリー。もしもし。OK ですか？はい。昨日と面白かったですね。面白かった、面白かった。うん、すごい面白かったですね。びっくりした。はい、なんか僕の方で映ってますが、はい、やっぱりさすがナイツール作れちゃうっていうのはね。作れちゃうのすごいね。ね、本当、ね、びっくりですよね。すごい。ぜひ、今のキーノートを聞いた感じをちょっと、辻先生のご紹介というんですか、辻先生がと出会って Python を始めたって聞いたんですけど。そうですね。そうらしいですね。本当に。それが最初のスライドで出てきて、そのことを語ってくれたので、もう思い残すことはないですね。もうね、私の人生も最高潮を迎えた感じで。最高潮を迎えた。そんなことはないですよ、別に。で、すごいですね。最近ってことはないけど、そんなに前から Python やってたわけじゃないのにっていう感じで。そうなんです。いや、本当すごいですよね。うん、確かその2015、2016年にそのなめ方、当時8段、今9段になったんですよ。なめ方先生に紹介してもらって出会って、はい、でそこから Python を始めて、で、うん、一時期ちょっと仕事を手伝ってもらった時あるんですよ。そのちょっとね、Python エンジニアリングっていう。そう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 。ああ、はい、すごいですね。なんかディープラーニングでちょっと画像の分類するとか、はい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 、そういう仕事ちょっと手伝ってもらってた時あって。はい、でそれもパパッとやってくれて、それがさっき2017年とかですかね、本当初めて 1,2 年であっという間にすごいできるなと思ってたら、さっき見たらあれですね、はい、東大さんの松尾健 の、はいはい、勉強会でだいぶ頑張ったみたいですね。あ、すごいね、あれがあったからね。やっぱりね、学べる環境もあったんですね。うん、そうだと思いますね。すごい。いや、面白い発見でした。いや、本当に楽しかったです。楽しかったですね。はい。またなんかこんな感じでインタビューやってるんで、また来てください。はい。よろしく。あ、YouTube 出しても大丈夫ですかね。全然。はい。出してください。はい、はい、はい。じゃあ名前から。一緒でいいよ、一緒で。どうもこんにちは。
こんにちは。こんにちは。久しぶりです。お久しぶりです。楽しんでますか？楽しんでます。はい。オンサイト、オンサイトめっちゃ楽しいですね。楽しいですね。はい、オンサイトですね。反応がいろいろ見れるのがやっぱ最高です。反応見れるのが、はい。簡単に自己紹介してもいいですか？ YouTube 流していいですかこれ？あ、全然大丈夫です。流したと思うんですけど。はい。はい。あ、自己紹介。柏夏と言います。柏夏さん、はい、株式会社 B プラザというところで働いています。はい、はい、株式会社 B プラザで働いている直井です。直井さん、はい、よろしくお願いします。はい、すごいですね、2人とも来たんですね。ちょっとね、あ、来ました。はい、さすが、ありがとうございます。はい、オンサイトイベントは昨今貴重なので、はい、どうでした、昨日と聞いて。いや、やっぱりこう情熱駆動でやってる人っていうのはやっぱりこうエネルギーがあっていいなみたいなところで、ね、聞いてました。はい、そうですよね。はい、中パラフィタンであれですけど、やっぱ聞いてると久々になんか好きなことでコード書きたいなみたいな気持ちになりますね。好きなことでコード書いてもいいよね。好きなことで書いてる、好きなことでコード書いてるね、やっぱね。将棋を研究するためとかね。そうですね、そういうのまた自分でもなんかやりたいなっていう気持ちになりますね。なるほど。はい、今日来た感じのなんか目的じゃないけど、なんか目標、なんかこれやったらいいなみたいな、まあ、今日のキーノートもそうかもしれないけど、はいはい、なんかここに来て期待していることって何かありますか？期待していることですか？難しいですね。まあ、普通にオンサイトイベント楽しみたいっていう、ね、あ、オンサイトイベントね、オンサイトイベント楽しみたいですよね。はい、僕も同じです。オンサイトイベント楽しんで、まあ、久々に顔合わせる、ね、Python 界隈の人もたくさんいるんで、はい、久々に話してっていうのが一番楽しみかなって感じですね。はい、ありがとうございます。はい、インタビュー答えてもらってありがとうございました。こちらこそ、はい、先進してもらって、はいはいはい、ありがとうございます。なんか最後言いたことあったらいいよ、宣伝とか伝流すかどうか分かんないけど、宣伝はないです。宣伝ないですか？はい、こんなイベントありますから、はい、ないです。はい、じゃあ楽しんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、青田さんに来てもらいました。青田さんどうですか？はい、久しぶりじゃないですね、たまに会いますね。はい、どうですか、うん、オンサイトイベントは。オンサイトイベントどうですか？オンサイトやっぱね、うん、いいですね。いいですか？まあ顔見知りばっかりですけど。顔見知りが多いですね、さすがにね。はい、いやでもスタッフよりは多くてよかったですね。あ、なんとか、なんとかね。はい、いろいろ皆さんのおかげで多く集まっていただきまして、はいはい、久しぶりに会う人も多いんじゃないですか？まあ、BP の人たちとか、はい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 、半分ぐらいが久しぶりで、半分ぐらいはちょいちょい会ってんじゃんみたいな。ああ、そういう感じなんだ。はい、なんか今回の楽しみありますか、ここに来てる。まあ、LT 当たればいいな。あ、 LT ね、LT 出してですね、2つ、お、確率上がってるんだよね。確率上げるために2つ出したら、資料を2つ用意しなきゃいけないという。まあまあまあ、そりゃそうですよね。はい、じゃあ楽しみに LT を、はい、はい、待ってますんで。ボスになったらどっかに供養をあげます。はい、じゃあまあ、まあ、ようやくキーノート今終わったばっかりですけど、はい、この後も楽しんでください。はい、はい、ありがとうございます。谷合さん、キーノート終わったところですけど、はい、インタビュー答えてもらっていいですか？はい、でインタビューの前に、あ、インタビュー撮りましょうか。はい、こんな感じでインタビューこれからするんですけど、はいはい、お願いします。 YouTube 出しても大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？はいはい、YouTube 出すかもしれませんが、はい、インタビューの前に私は自前の本を持ってきました。ありがとうございます。はい、でも読んでないのバレバレなんです。サインもらってもいいですか？あ、いいです。あ、なんか隣に辻先生も座っていただいたんですけど、辻先生のサインはいつでももらえるんで、あの辻先生から今日はサインもらわないということで、じゃあすいません。あ、お座りいただいて大丈夫ですよ。ペンあ、先生ペンちょっと。すいません。じゃあ1個だけ書かせて。ちゃんとね、動画の撮り慣れなさがね、ちょっとひどいね。なんか、これ何書かれたか、from PyCon JP。 インポート将棋です。ああ、インポート将棋、あ、いいですね、すごい素晴らしい、ありがとうございます。はい、せっかくの機会なんで読ませてもらおうと思ってるんですけど、まだちょっと読むチャンスがなくて。はい、じゃあありがとうございます。ちょっと後ほどこれは私のところに入っておいて、ちょっとだけマイク持ってもらってもいいですか？
はい、すいません、ありがとうございます。はい、なんかどうでした、キーノートやっていただいてありがとうございます。本当に助かりました。いや、緊張しました。緊張しました。でもオンラインとオフラインで、まあ、今日オンサイトに50人ぐらい、30、40人かな、はい、50人ぐらい今いらっしゃったんですけど、そうですね、はい、で現場で喋るのも多分久々だと思うので、いや結構その50分に収まるかどうか不安だったんですけど、はい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 、奇跡的にちょうど50分で終わったんで、まあ、そこはほっとしました。いや見事な感じだったんですか。タイミング的にもすごい良かったですし、お話的にも結構面白かったですよね。ありがとうございます。はい、すごい、私も多少将棋は少しですけど、あ、そうなんですか、子供の頃ですってやってて、今また最近なんですか、あのゲームチックな将棋ぐらいしかやらないんですけど、はいはい、全然強くなれないので、だからまあちゃんと勉強してないのがいけないんだと思うんですけど。はい、将棋今結構やっぱりアベマ TV とかで、はいはいはい、エンタメ化してるので、はいはいはい、まあ、見るだけでも楽しいかなと。そうですね、よければぜひ、はい、確かにあのなんか何パーセントっていうのがね、びっくりしますよね、あれがなんか急に変わったりしていまいち分かってないんですけど私は。でも作っちゃうのすごいですね、やっぱりね、何でも作っちゃうっていう感じ。まあでも1回ぐらい将棋でちゃんと作りたかったので、はい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 、まあ、そうですね、あれは自分が強くなるためっていうよりはなんか実験的な感じ、まあ、そうですね、実験的なこともありますし、はい、まあ、1回やっぱり作ってみないと細かいところとかの動作原理分かんないかなと思ってたん で動作原理分かるとやっぱ強くなるんですかね。いや、まあ、まあまあ関係ないと思うんですけど。関係ないですか、あれ関係ないですか。やっぱ結構将棋 AI を語ることも語らせてもらうこともあるので、あ、やっぱり1回ぐらい作ってないとかなと。じゃああれをじゃあ本格的に自分の将棋の、あ、まあ、そういうことはないですね。ないんですか、やっぱ、はい、そこまでなかなか行き着くのは大変なんですか。そうですね、やっぱりめちゃくちゃその今のトップの AI と争うみたいなレベルにするにはやっぱり結構いろいろ大変で、その今書いてる将棋 AI は全然並列化も何もされてないくて、はい、うん、CPU 使用率とかもなんか数パーセントみたいな、全然リソース使い切れないので、はい、本当にその戦うためにはもうちょっとちゃんとリソースをギリギリまで使うような最適化とか並列化とかいろいろしなきゃいけないので、まあ、そこはそんなに簡単なところではないですね。専門で大学院、まだ博士課程っておっしゃられてましたけど、はい、それ専門はそっちの方の専門、まあ、情報理工で、はい、まあ、やってることは結構自動運転とか自動車と AI みたいな、そういうところなんですけど。あ、じゃあ、まあでもディープラーニングが AI とか、まあそうですね、結構関係してるんで、はい、将棋何パーセント、研究何パーセントですか、生活は。あ、言えないですか、これ言っちゃうとやばいやつですか。あ、まあ、ちょっと明言すると明言すると、ね、ちょっといろんなところに影響が出るやつですね。はいはい、はいはい、そうですね、すいません、なんか突っ込んだ話聞いちゃってください。で、今ちょうど、ね、隣に辻先生、辻さんの、ね、紹介というか、もともと辻さんがなんかね、あ、そう、辻さんのおかげです ね、はい、話があったぐらいですけど、恩人です、恩人ね、はい、そう、辻さんね、飲むの好きだからね、やっぱお酒好きってことで、北谷さんお酒好き、ウィキペディア曰く、ウィキペディア曰く、でも本当にも好きなんですよね。まあそうですね、飲みに行けるなら飲みに行きたいですね。あ、そういう感じなんです、はい。